今節は仮設陣地での進軍の準備を整えます。そのため使える施設に制限があります。仮設陣地の出入り口で戦闘絵を選ぶと戦場へ出撃します。私たちは本軍と合流しガルグマクを攻略する。あそこは献身の地にある要害な上、一度も戦場になったことがないの。だから情報が少ないけれど、持てうる力を全て費やしても攻め落とすわ。ははははやるしかない。もちろん数字の上では絶対に勝てるだけの戦力を用意している。ただもし数字を超えるような人外の獣の力との戦いになれば、魔術で攻略すればいい。その時はあなたが頼みの綱になるわ。うん先生、信じているから。うんもちろんシュバルツ・アドラーベイヤーの指揮の方も頼んだわよ。贈り物とか贈れるんだ。じゃあフクロウの羽でも。先生ありがとう。やる気はすでにあれですけどね。生徒をまとめるのは皇帝ではない。そう先生、貴殿が頼りですから。特に国を離れ帝国に味方しようという者には心の支えが必要でしょう。うん、貴殿が皆の心の支えとなるのです。エーデルガルト様が敷いていく道、その道を皆が突き進める道しるべに貴殿にはなってもらいたいのですが。いい言葉だね。これは私的だね。ヒューベルト君は心からの願いです。で、俺ちょっと気になったんだけどさ、このヒューベルト君と話してる最中、まずカスパル君がいるってこともびっくりしてるけど、猫いる。猫、誰か猫連れてきたのか。カス、あそこで修道院に残る選択をしてたら親父が敵に回ってた。いや親子の絆がとかじゃないんだよ。本気で恐ろしい相手なんだ俺の親父。まだ魔物の方がいいくらいっていうか。親父は俺たちとは別で西側に軍を動かすらしい。よかったね。軍と一戦交えるのか。どこまでの連中が教団の味方をするんかな。前皇帝は僕の父をはじめ主要な貴族たちに権力を奪われてましたから、皇位継承がすんなりいったのが信じられませんでしたよ。けどよくよく聞いたら、カスパルの父も僕の父もエーデルガルト派らしくて。よかったよかった。軍務卿と内務卿が味方についたら軍事と財政を抑えたも同然ですからね。いつの間にかしっかり準備をしてたんですね。ああ自分息子たちが知らない間にね。リンハルト君がはーってなる気持ちもわからんくはないっすね。武器屋がある、鍛冶屋もある、そして戦闘へと、そして道具屋揃ってますね。ああこういう風に仮眠を取ってるのか、それとも絶望に打ちひしがられてるのか。ああ俺は新キャラランドルフ・フォン・ベルグリーズ。まだ下級だが一応ショーの身にある。よろしくランドルフ君。わかると思うがカスパルと同じベルグリーズ家に連なるものだ。確かにお前はカスパルと同じ香りがする。しかし5歳の連れ子である俺の地位は家の中ではとても低く、この戦いで何としても武功を上げ母や妹のために分家を起こさねばならん。おおいいやつじゃんランドルフ。ランちゃんと名付けよう。初めてお目にかかります。お私の名はラディスラバ。ラディスラバはちょっとニックネームがつけにくいな。エーデルガルト様の近衛兵長を務めさせていただいております。ああ我が主は自分にも他人にも厳しいお方、冷徹に見えて劇場を秘めておられます。それゆえ誤解されることもありますが、あなたのような方がそばにいてくだされば私としても心強いです。今後ともよろしくお願いいたします。おおよろしく。グラフィックと声が随分違ったような気がしたけど、その辺は言わないでおこう。おそしてペトラ・ドロテア。あのエーデルちゃんが皇帝になって挙兵ね。もちろんいつかは皇帝になるとは思ってましたけど、こんなすぐになるとはね。改めて考えると驚きですよね。
戦争になって勝てるのかしら。もう必ず勝つ。敵はセイロス騎士団なんですよ。でも先生なら何とかしちゃいそう。もうこの天帝の剣一つでのし上がってみせるぜ。かつてジャンペドーン。グリギと戦争しました。私今帝国協力する決めています。皮肉な選択ですか。私後悔しません、うん、先生とエーデルガルト様信じる決意しましたから。自分の国の背景ではなく、自分自身の選択ということですね。立派だ。そしてフェルディ君はうなだれてる。うなだれてるフェルディ君をアップで映せないだろうか。あ、顔は笑顔だ。なんだ、じゃあ先生に何を教えてくれっていうのが楽しみだな。面白い。さぞ爆笑を誘うような答えが待っているのでしょう。エーデルガルトに父のことを聞いた。最初姫帝都で軟禁されていると。確かに父は欲深く強引なところもあった。フェルディの父親を奪還するという。それでも帝国のために尽力してきたはずだ。この仕打ちはあまりにも。先生教えてくれ。私はどうすればよいというのだ。次のエーギル公としてただ彼女に従い戦いに身を投じるべきなのか。そうか。フェルディ君、爆笑がどうのこうのとか言ってごめんよ。あ、大間ちゃん、大間ちゃん、大間ちゃん、俺体の中入れるんだけど。大間ちゃんと一体化できるよ。あー、見て見て、大間ちゃんが私を想像妊娠しちゃった。あぶみがでかくないかい。お、すごい、馬から手が生えてるように見える。もうすぐ生まれますよ。なんということだ、巻き場を。はいはい、ごめんなさい。まさに緑の巻き場をっつってね。シルバー。そっか、お前王国側なんだよな。くそ、やっちまった。帝国に着くなんて父上なんていうかな。そうか。それから殿下絶対怒ってるだろうな。あの人怒るとめちゃくちゃ怖いんだぜ。ディミトリー、俺どんな殺され方するんだろうな。想像しただけで足がすくんじまうけど、他でもないあんたの決断だ。俺はついていきますよ、最後までね。ああ、頼んだぞベリンショーガン。俺どうしちまったんでしょうね。怖くて怖くて仕方ねえはずなのに。はいはい、まあ、我が軍の副陣付けとして頑張ってくれ。はい、一旦ちょっと録画止めますね。はい、カットが入ったと思いますが、続きやっていきましょう。いざ戦場へ。ガルグマクの戦い。教団に宣戦布告した新皇帝エーデルガルド。紋章の支配する世の終焉を目指す彼女はセイロス教の象徴たるガルグマクのなんたらを目指す。新たな戦乱の世の幕が上がったのだと。まさにこの戦いが戦争の引き金になったと。後に語られるであろう戦いが今ここで始まるわけですね。走破の夜明けだもんね。間もなくガルグマク大修道院ね。これ他のキャラクター、あれですね、王国ルートとか、同盟ルートとか、他の人を選んでもこういう戦いの転換になるのかね。ここを陥落させることが軍略的にも象徴的にも非常に意味があるわ。象徴的に特にね。皆にとっては共に学んだ場所でもある。学友を盾にするような真似はしないと信じたいけれど、覚悟はしておいて。
かつて我々が学んでいた思い出の場所を我々の手で倒すというわけか。学友に思うところはないけど、同様に覚悟もないね。私には今ここにいる仲間以外に失うものはない。それで十分でしょ。故郷離れた時覚悟済ませました。私戦います。あ、覚悟できないはずもない。私にとて追って立つものがあるのだから。そうか、みんなありがとう。それでは作戦を説明するわ。お願いします。我々は幽霊、お前がするんかい。ガルグマクの中でも A ちゃんがすると思った。最も修道院に近い地区を攻撃します。お前が歌うんかいみたいな感じになっちゃったじゃないか。エーデルガルト様や先生の顔を見ればセイロス騎士団も黙っていないでしょう。その間に残りの地区を本軍が全速力で攻撃殲滅する。いわば私たちはおとりであり、同時に敵の重要戦力を抑える役割も求められます。修道院周辺に最も詳しいのが私たちだからという理由もあるわ。そうか、修道院そのものを攻撃するとなると立ちはだかってくる人物は。ただ大司教がまた白き者の姿になる可能性も考えられる。レア様だとか、あとね、フレンちゃんとか、あと顎に苔生えてるやつな。みんな決して、あとアロイスとかもか。戦いたくねー。言った通り、先生アロイスとは戦いたくねー。誰も死なせやしねえぜ。誰も死なないということこそ我らの勝利でしょうな、先生。シュバルツ・アドラーベイヤの偉人、必ずや勝利で飾りましょう。おいよ、パンツァー4だぜ。さあ、一気に緊張感が高まってまいりました。なんかファイアーエンブレムってなんか従来のシリーズ、俺がずっとやってきたシリーズは戦争ものだから、なんかいよいよファイアーエンブレムになってきたって感じがしますよね。本来は学園ものじゃないんすよ。だからなんか今までは違和感ありありでしたけど、いよいよザ・ファイアーエンブレムの始まりって感じですね。まあ、こんなことならもっとキャラクタースカウトすればよかったと思っていますが。よし、じゃあシュワルツ・アドラーベイヤーとしてのウィジン、きちんと支度してから戦場に向かいたいと思います。しばし待たれい。うわあ、ギルベルトとかいんのか。ギフ君とか相手にしなきゃいけないの嫌なんだけど。ああ、フレン、フレンが乱れない魔法で構えていらっしゃる。なんとか解き伏せることはできないのか、フレンを。そしてセテス、うわあ、かつての仲間たちと戦わなくてはいけない。つらい。よし、やるか。諸君、勝機は必ず訪れる。敵の、今は選手に努めよ。敵のボスはセテス。城郭の外に防衛の陣、時間稼ぎですな。直ちに抜ける必要があるでしょう。しかし備えがそれだけのはずもない。伏兵も警戒した方が良いか。ああ、いっぱい敵が湧いて出てくるでしょうね。左翼のラディスラバが押されているわ。ある程度の戦力を集めて押し返さなくては。なるほど、ギルベルトとかいますね。やだやだ、戦いたくないよ。フレンちゃんはできれば、あ、でも敵の全滅があれなんだろうな、勝利条件なんだよな。なんかさ、昔のファイアーエンブレムだと C だとかさ、
そういうキャラがいれば相手を解き伏せることができたんだよ。戦闘中に解き伏せて仲間に引き入れることができたんだよ。なんとかフレンちゃんの元に俺が向かって仲間に引き入れたいと思う。それができると信じてね。ペガサスナイトがやたら多いんだね。ちょっとここは弓を扱えるフェルディ君とシャミアちゃんの手番なのかなと。なんで真っ赤っかなの？ごめんね、ちょっと待ってね。なんで真っ赤っかなの？なんでこんなに攻撃範囲広いの、みんな。あ、こいつか。先生、奇襲、有利思います。じゃあちょっと、弓兵は積極的に倒していかなければ。オッケー。ドラゴンナイトが自由に動けないんだね、弓兵がいると。うん、近くに弓兵はもういないかな。これで目の前の敵に集中できますね。ギルベルト、なんとか俺が話して説得できないのか。まずは目の前のアーマーナイト3匹を倒すことからかな。父さん、行けますよ。ここはじゃあフェルディ君とかに行ってもらいたいけど、ちょっと届かないか。しゃあねえな。じゃあ俺がちょっとフレンちゃんの元へ向かうわ。頑張ってさ、話しかけて仲間にできるかもしれない。昔のファイアーエムレムだったらそれが可能。空気苦手だ。そして魔法兵みたいなのがありますね。あ、これは仲間か。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。フェルディ君は中央突破してもらって、基本的に中央突破左の方が押されてるっつってたよね。私の力見せてあげる。じゃあ A ちゃんを向かわせるか。あとドルテアちゃん、ここからメティオでさ、スナイプもできるし。ほい、はは、死角から隕石が飛んできた。相手もほんとどうしようもないだろうな、これ。かわいそう、逆にかわいそう。どう、私の体鍛えられてきたかしら。すごいよね、素早さ25。反復横跳びしたら嵐が起きるぐらいの速さ。シュ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 っつって。かつてそんなゲームあったよね、女子高生が反復横跳びするだけで台風が起きて天変地異が起きるみたいな、そんなゲームあったよね昔。さあ仕事だ。こっちにもねいっぱいいると思うんで、ペガサスナイトが。おい、ポーン。さすがうちのシルバン強いですね。この学び屋で強くなって、この学び屋相手にその刃を振りかざすというのも皮肉なもんというか、まあ、強くさせていただいた恩返しだと思えばいいのかな。まあ、命の奪い合いで恩返しも何もないだろうけどさ。おお、必殺の一撃。モブのカットイン入ったぞ。このモブやるな。ちょっとこのモブ我が軍に入れないかい。小鳥ちゃんっていう名前つけてさ、顔が小鳥ちゃんみたいだったらさ、ほらほら小鳥ちゃん結構強いぜ。
小鳥ちゃん仲間に入れようよ、小鳥ちゃん。はい、壁壊しといて機動力を上げましょう。そんで魔法に弱いからこいつらは、お必殺の一撃が今日はいっぱい出ますね。ご苦労様でした。溶けた90ダメージ、えらいこっちゃ。そして成長率がえげつない。さすがだな。教団に不満を抱えてたんでしょうね。これだけ生き生きとしているのだから、よほど不満があったんでしょうね、教団に。そして我らがエースフェルディ君、もう最強ですね。うわ、もうレベル29だよ。今我が軍で一番レベルが高いんじゃないか。これはちょっと強すぎるな。いいですね。やっぱ馬系は機動力がある分成長が早いですね。こういうこともできますし。男をあげちまったな。さてどうしようかな。まだ動いてないのは左側の連中かい。やっぱりちょっと機動力がない分アーマーナイトはマップが小さい、前半後半は活躍しますが、前半中盤は活躍しますが、難易度が上がってくれば来るほどね、活躍の機会がなくなるかもしれませんね。攻撃力だとシルバン君の方が上なんですね、フィルディ君と比べて。その分守備とかの方が、うわ、減らさせないと強くない？勝利、皆の心燃やします。うお、伏兵、こういうことか。ずいぶんたくさんいますね、伏兵。おお、今だ、伏せていた兵で攻撃せよ。こんな道の真ん中で伏せてたらなんで我々気づかなかったんだよ。逆に物陰にでも隠れてたのかな。こいつらが、野蛮なこいつらがちょっとフレンちゃんに達する前に先生で説得しに行きたいですね。